入れてたらこんなん出ました。あと1個入れます。エグジットがオープンしたらしい。何かがおかしい。これはこっちに行けるよってやつなんだけど、行っていいのかな。こっちが普通にクリアした人で、こっちが全部クリアした人向けだ。リサーチノート。うえ、嫌い。これストーリーかな。ストーリー途中から飛ばしちゃってますね。ああ、ちょっとそうか、このバージョンでやってると変なの見えちゃうのか。ちょっと良くないね。うん、これも見えちゃってる。これ解ける。解いてあるのか。メインルート、わお、また10個だ。でもこれ、
真ん中の一個どうやって照らすんだろう。これを照らす方法が、直線か斜めしかないん。で、しかも、二通りで光らせないといけないから、いや、めちゃくちゃこれでしょって思ったんだけど、こいつらの照らし方がわかんないんだよ、そしたら。いや、斜めだ。いや、斜めだわ。あれ、マジか。足りないんだ。真ん中にあったとして、これでさ、5個なんて無理なんだよ。ん？なんで4つもついてんの？これ。3つじゃない？なんか、何言ってるかわかんない。一つも照らすなってこと？これ何が？四つ作ればいいのかな？
言ってることがわからん。何これ。4つ作ってくださいだと思うけどな。何もない状態で1なんだから。4つ照らしなさい。これに対する論理的な考え方が結局身につかなかったから、わかんないです。ここまでかもしれん。なんか5個開けようと勘違いして、最初にやったアプローチ、開いてたこと気づいてなかった。1、2、3、4ですね。の延長。これは合っているのか。なんかこれ表示変だね。ごめん。なんかバグってるわ。バグってるっていうか、僕がバグらす。丸が二つで、右上のマス、右上が2つある。パーツが2つある感じでもなさそうかな。いや、そうかな。
形がね、シンメトリーじゃないから、ちょっと分かってない。そうか？左と右の三つ股があって、左下、左下、右上、右上、右下、左上。なんかの形、なんかの形にはなるんでしょうけど。こういう形かな。この二人が、この二人か。この二人が端と端を見ているので、この辺にいるのはまずいよねっていうのがまずあり。一番強いのはこいつで、これがコピーだから、こいつとこいつが隣接させるのはもうダメでしょってなるからな。これが桂馬で、これが斜めです。今これがダメなのはなんだ、こいつか。はい。あいつはね、わかりやすいから、ルールわかりやすいから、割と僕は大丈夫だな。最後にあれですか、なんかこの好きだったパズルとか発表ドラゴンになるか。これ好きなんだよな。セットを見つけなさい。2単体では無理、1単体では無理だから、あるとしたら012の組み合わせです。そしたら1が必ずどっちかしか使われないので、そうですね、こっちの石を使うとしたら0、ちょっとバラバラにしちゃった。2が3通り、2が3通りで、これと十字か、どっちにせよ十字なんだね。2で右ライトはないから、じゃあこれにすると左ライトの黒の愛いたね。こっち。111無理。2の中で選択は無理だから012で行くはずです。0が少ないので、これを使うとすると、1がこの3個の中のどれかで、もう形は全部、そうだな。
やっぱり数字で分かれてくれないと俺には読めない。このギッチギチに詰めなくていいのにね。はい。これとこれ同じじゃん。ゼロが必ずライトを持っています。こっちの十字だとしたときに、右ライトでつながるやつはあるか、右ライトないので、これでやるとしたら、左ライトとったけどないのでないです。じゃこれは左ライトなんで、左ライトつながりないので、ライトなしと右ライトだからこれしかなくて、これ、これときたら、十字の、うん、これだね。おい、こいつの移動にちょっとアニメーション入るの、今更だけど、あんまり好きじゃない。はい。パッと移動してほしいんだよな。この、ちょっとこの、ちょっとこの移動してる、この時間が、積もり積もってなんか操作ミスが多発します。やめてね。オンオフ切り替えられるといいんだけどね、パズルスクリプトでデフォルトでそういう機能ないんだよな。別のゲームとして出すしかない。あー、お前、いたな、お前。いやー、やだ。ここがゴール、ここがゴール、スタートは1個、これもゴール。ここの配置は固定？ここの配置は固定で、それ以外は全部自由に動けるぞ。こいつら。で、これがコピー、ポータル。ここに、ま、ちょっと待ってね。わけわからんな。この丸に当てて、×に当ててはいけませんよ。って、何なんだ、それ。このルールの特徴としては、柱は突き抜けるという法則があるため、これに当てるのにこれに当てないよっていう対策は不可能だと思うんですけど、可能だと思いますけど、あ、キックがいる。これだ。これしかない。こいつがここにいるのを確定するのか。で、こうやって光を灯す。ああ、ここはいいね。なんかパズルっぽくて面白かった今の。こいつは確定。で、こういう風に光が飛ぶのも確定した。あとはね、枝分かれして、全員をゴールに持っていかないといけないんだよね。ここからこうとこうって出すのが、枝分かれを、2回は通さないといけないのか、つら。これだけでできるんだ。どうやるんだろう。なんかすごい変な線になってるけど、何これ。なんでここで曲がるっていう命令が入ってんだ。
え、なんかこれは変じゃない？あ、なんか過去の光残ってんだ。なんかバグってんだね。ゲームがなんか過去の光を残したままにするみたいな現象が起こるんだ。へぇ。へぇっていうか、致命的では。え、なんだこれ。残りっぱなしになるね、マジで。ここの経路になんか置くのはあんまり違うかもね。いや、どうやって。これはね、考え方がないから得意ではないね、俺は。これに左に飛ばしたい。あーれ、ハエト1個入んない。できた。できたんだからできた。こうなって。
割れて反射するので、こう帰ってくるのが俺入って、これはこっちに入ったからこれが入って、反射したらこう来てこうなるからこうなるんだね。このぐらいがやりやすいと思う、このパズルって。これ以上難しくしてはいけないと思います。Thank you for visiting Lady Kua Memorial Park。 これで終わりな感じしないけどね。ウィットネスみたい。そう、ここのガーデンになんかシークレットあるんじゃないのって思うけど。ファイナルテスト。ん？違う。これは、帰り道だから別にいいんだけど、なんか変だな。これは、いや、この形はない。この形は文字にはないね。あ、一応エンディングはなったけど。なったけど、ここ空いてないんだよな。一番最初に見つけたパスワードのさ、これ、これなんだよ。これ何？まだなんかあんのかね。なんかエクストラを解いたおまけが、ここのウェルトだとし、いや、おかしいよね。やっぱここが開かないのは変で、変。ですよ。これこれ。これをやる。これをやる意味が、なんか、だからもう一個パスワード隠れてんじゃない？ここを開けるためのパスワードみたいなやつ。うん。
なんか、ないっぽい。この辺はストーリー読んでたらわかるのかもしんない。一応完全攻略でいいのかな？まあ、なんかあったとしても。なんか、デカめのボリュームのものがあったら、また追加でやろうかなと思います。というわけで、こいつが一番苦手です。嫌いです、こいつが。こいつは、最悪です。こいつ一番ダメで、これはね、割と苦手ではないかな。配置するだけだから、苦手ではないというか、苦手意識はない。ただ得意ではない。誰がやっても多分同じぐらいのスピード感になるんじゃないのっていう意味で、あんまりこう、優劣の差が出ないというか、手の速い人が多分勝つ。これはね、割と苦手な方なんで、4番目かな。下からね。あ、上から？上から4番目。こいつはね、やっぱ僕途中、この、なんか、光を入れたけどさ、自分で勝手に。そういうのがない状態でやるのは辛すぎると思う。まあ、これもそうだよね。この、どのエリアが NG なのかっていうのは可視化されてないから、このゲームって。その部分がユーザーにとってはかなりやりづらいと思います。これ、あ、ヒント。これはね、結構好きな方だな。これ頭使うから、今回の5個のルールの中では一番好きかもしれない。これ一番だ。これ一番好きで。これはね、途中面白いステージもあったんだけど、ここはね、どっちかというとルール見つけるのが面白かったかな。3連続禁止。あ、4連続か。4連続禁止かつ、同じ模様が3個連なってはいけない。っていうあたりのルールが、見つけるのが難しくて、見つけるのが楽しくて、実際解いてる間はそんなになんだよな。これのエクストラとかひどかったもんね。めちゃめちゃ狭い箱入り娘をやるか、ノーヒントで答えのビジョンをパッと思い浮かべないと解けないみたいな。パズルとしてはそんなに好きではなかったな。はい、そんな感じでしょうか。なので、こうやって見ると楽しんでたんだけど、パズルゲームとして面白かったなと思うのはこれなのか。あとも、その根本的なルール推測ゲームですよっていう部分が、やっぱ一番楽しくて、それが分かった後の難しい問題解いてよっていう、だこのゲームの、エクストラステージは全部鬼畜だったな。なんかそこまではやらなくてもいいのかもって思うぐらい難しいので、本当に、もうこうパズルゲームに目がないよっていう人以外はノーマルエンドで終わってもいいよなと思います。で、僕がこれ一番嫌いなんだけど、これが一番好きっていう人もね、いるんだよね。いや、いるんだよね。そういう人のコメント見たんだよな、俺。俺はこれ一番嫌いなんだけどね。なんかだからその人は解き方分かってる人なんだろうな。僕の途中でやってたさ、縦横斜めのバリエーションを、なんか総当たりして僕は埋めちゃったけど、ある程度理屈で導ける人はこれ好きなのかもしんない。特定のマップの中でどの形だったら作れるかなっていうのを模索するのが好きな人は。これはね、これはもう苦手な人多いんじゃないかなって感じですね。ヒントエリアは多分あれでしょ、ルールわかんない人向けのルール解説中でしょ。スポイラー。1,2,3,3 になるともう答えを書いちゃうよって感じか。これはイントロのクイズ。イントロのなんか石のさ、ミックスがあってもよかったなとは思うけどね。最後、アウトロのエリアとか。5種類もあるんだから、これとこれの組み合わせみたいなやつだけでも10種類ぐらい、新パズル楽しめるでしょ。まあ、
ソースがめちゃくちゃになるか。こんな感じで、それぞれのエリアのルールが分かるようになってるんだ。この辺だな。ここのルール理解が結構しびれたもんね。全部間違ってるのが OK っていうやつ。これこれ。All the same は all different。ここが面白かったね。で、どんどんそこに対して、あとはもう、新しい要素を持っていきますって感じだから。特定の難しいパズルの答えっていうのを出してくれてるんだ。最終ステージの、これを解かないとパスワードもらえないみたいなところの話かな。はい。ってことで、じゃあ終わろうかな。大満足でした。このパズルをやってしまったせいで、同時期にリリースされた他のゲーム一切手つけず、ずっとこればっかりやってた。もう、それもこれも全部こいつが悪い。こいつが、1日以上奪っていく。一問で。数時間とか持ってくから、マジで害悪。大嫌い。お疲れ様でした。